少し休憩しようかな。はぁ、あ、魔獣の対策だとかで忙しかったせいか、こうしてると久しぶりに気が抜けるな。お兄ちゃん、いる？すぐか？入っていいよ。やった、お邪魔します。え？どうしたの？黙っちゃって。すぐ、なんでバケツに雑巾、ほうきとちり取りに畑を持って現れたんだ？ね、お掃除しようと思って。いや、それはわかるけど、なんで俺の天幕を？ほら、お兄ちゃんちゃんと掃除とかしてなさそうだし、妹として責任を持って天幕の中をきれいにしようと思って。掃除ならロニエがたまに来てやってくれるから、そんなに汚れてないと思うけどな。お兄ちゃんダメだよ、学院の中じゃないのにいつまでもロニエさんに頼っちゃう。俺もしなくていいよって言ってるんだけど、気づいたらいつも天幕内が綺麗になってるんだ。それでも意外なところに汚れは溜まってるかもしれないし、お掃除するよ。さてと、じゃあそこの机から始めようかな。なんだ、いきなり俺の部屋を掃除だなんて。現実世界で家にいた時もしてくれたことなんてないぞ。何か目的がある？もしかして部屋のガサ入れか？あ、この辺結構ホコリが溜まってる。ここは濡れ布巾で拭こうかな。すぐ。何？言っておくが、隠しているものは何もないぞ。アンダーワールドの中ではそういったものは存在しないんだ。そういったものって？え、いや、すぐに見られたくないやましいものかな。お兄ちゃん、それってそのエッチな本とか？いや、そういうものに限らず、やましいものはここには一切何もない。ここにはってことはリアルの部屋にはあるの？え、いや、それはお兄ちゃん、私変なものがないか探しに来たんじゃないよ。本当にたまにはお兄ちゃんの部屋を掃除したりしたかっただけ。そうなのか。うん、だからお兄ちゃんはのんびりしててよ。俺も手伝うよ。すぐだけに掃除してもらうのなんて悪いし。いいからのんびりしていて。あ、はい、わかりました。それでよろしい。本当だ、あちこちピカピカに磨いてくれたんだな。ありがとう、すぐ。よし、それじゃあお兄ちゃん、ベッドにうつ伏せに寝て。な、いいから、うつ伏せに寝て。なんで？いいから。あ、わかった、言う通りにする。いきなりどうしたんだ？すぐ、なんか今日変だぞ。あ、なんだかベッドに重みが。確かこの辺りに壺があったはず。すぐはさん、一体何を？マッサージだよ。肩とか背中凝るでしょ？いや大丈夫だって、そんなことしなくて。いいからいいから。この世界では筋肉痛みたいな身体的疲れもあるし、戦闘で怪我とかしたら本当に体が痛くなっちゃうでしょ。痛みまでリアルなんだから、こうして定期的に疲れを取らなくちゃね。いや、でも。この辺りはどうかな？待ってくれ、すぐ。何？すぐってマッサージとかやったことはあるのか？ないよ。え、それじゃあ。でも部活の顧問の先生に筋肉痛に効くツボとか疲れを取るツボの話を聞いたんだ。たまに部活が終わった時とかに自分で肩のツボを押したりしてるし。そうなのか？そうです。なのですぐさまに任せなさい。いいですね。あ、はい。よし、それじゃあまずは肩甲骨の下のくぼんだところにあるツボね。どう？なんか気持ちいい。よかった。
じゃあ次はこの首の下にある天柱ってツボを押してみよう。よいしょっと。ああ、なんか頭が軽くなる感じだ。そうでしょ。私もよくテスト勉強の後とかここをしてるんだ。それからここは肩こりが取れやすいツボ。なあ、極楽。さすがだな、すぐ。指圧の強さもちょうどよくて気持ちいい。強さこれぐらいでいい？なあ、もう少し強くしてくれて大丈夫かも。了解。いつの間にこんな指圧の腕を身につけたんだ？そんなに上手かな。私意外と才能あるのかも。よし、じゃあこれはどうかな。確か出っ張った背骨の5つ目あたり。ん？何に効くツボなんだ？背中のコリと疲れだよ。それじゃあ行くね。なんか指が筋肉と関節の間の変なところに入って。お兄ちゃん大丈夫？あ、やっぱり痛みまでリアルに感じるな、この世界は。どうしよう、体の痛みを取るつもりだったのに逆に痛くさせちゃったよ。あ、まさか。どうしたんだ、すぐ。ごめん、ちょっとツボの位置間違えたみたい。なるほど、道理で痛いわけだ。ごめんね、お兄ちゃん。さすったらちょっとマシかな。大丈夫だよ、もう収まってきたから。よかった。ありがとな、すぐ。なんか体が軽くなったよ。ごめんね、痛い思いもさせちゃって。あれは一時的な痛みでもう治ったから。でもさ、今日はどうしたんだ？掃除してくれたりマッサージしてくれたり、もしかして何かあったか？そういうわけじゃないんだけど、あのね、最近私ロニエさんがお兄ちゃんのお世話をしてるのを見てなんだか羨ましくなっちゃったんだ。羨ましい？うん、なんだかロニエさんはここでお兄ちゃんにとって家族みたいに近しい存在だったのかなって思って。それはユージオさんもだけどね。家族か。あ、確かにロニエは妹みたいだなって思った。年頃も髪の毛の色も長さもちょっとスグハに似てたからさ。そうだったの？それは知らなかったけど。それでちょっとやきもちみたいなものを感じちゃって、私もお兄ちゃんのお世話をしたくなったんだ。2年間もお兄ちゃんは家族と離れて暮らしてたでしょ。だから今からでも妹として何かできないかなって。そうだったのか。うん、私はお兄ちゃんの家族だから、もっとお兄ちゃんのことを支えたくて頼られたくて。でも逆に痛い思いをさせちゃったよね。変なやきもち焼いちゃってごめん。そんなことないよ、すぐの思いやりが嬉しかった。けどむしろ俺の方がすぐに何かしてあげたいって思ってるかな。お兄ちゃんが私に？うん、2年会ってない分、兄貴としてすぐの面倒を見たいというか頼られたいんだ。お兄ちゃん、率直に言えばすぐに甘えられたいかな。嬉しいな。それじゃあこれからお兄ちゃんには思いっきり甘えちゃおうかな。ああ、任せてくれ、すぐを2年分甘えかしてやれ。やった、じゃあ早速甘えるね。おい、すぐ、いきなり抱きつくの。だって甘えていいんでしょ。あ、のねえ、やっぱり家族って温かいね、お兄ちゃん。ああ、すぐがここにいてくれて嬉しいよ。